こんにちは、フィフィです。去年の5月、スリランカがデフォルトしました。欧米はスリランカが中国に借金付けにされたからだと中国の対応を批判しています。デフォルトに陥った際、スリランカの中央銀行の総裁は、債務が再編されるまで支払いはできないと宣言していましたが、あれからどうなったのか、 スリランカの債務の再編をめぐって主要債権国が債務再編に動いています。ただ最大の債権国である中国抜きで進められているんです。これ普通は最大の債権者である中国が中心になってやらなきゃいけないことなんですが、スリランカはそれを望んではいません。中国は一番お金を貸した側なのに信用されていないんです。 また中国自身も自分たちの推し進めてきた政策が失敗したと認めたくないので積極的に債務再編に動く気がないんでしょう。そもそも債務再編すれば貸したお金の多くは返ってこないので中国が大損します。 スリランカの債務再編に参加しているアメリカや日本、インドを含む主要債権国は来月9日にモロッコで始まる世界銀行と IMF 総会に合わせて債務の再編案を取りまとめてスリランカ政府との合意を目指しています。 再建国の合意に正式に参加していない中国は、2国間で協議を進めているという話もありますが、どのように進められているのかわかりません。経済規模が大きくないスリランカは、今ある低所得の国向けの債務再編スキームを利用できないため、日本やインド、フランスが主導して、再建国の会合を特別に立ち上げました。 ま、今こうした特別な形でスリランカの債務再編が話し合われているんです。債務再編案にはスリランカの債務再編能力に合わせて新たな債務の期限や猶予期間、利率などが決められます。ただ、最大の債権者である中国が何も負担しないわけではなくて中国そして民間の債権者にも負担するよう求められることになります。 そうしたルールになっているんですね。IMF の審査を通過すると、スリランカは IMF の金融支援として、今回は2回目の3億3000万ドルがもらえます。公的な債権者との交渉次第では、民間の金融機関との交渉も進むかもしれません。 実は今こうしたスリランカのように中国の借金付けでデフォルト寸前の国がいくつもあるんです。これ中国は一帯一路のプロジェクトの一環として途上国や新興国を中心にお金をばらまいてきました。一対一路とは中国の巨大経済圏構想のことで習近平国家主席が進める世界的な経済と軍事、領土拡大のための事業です。 今年の9月で10周年を迎えました。中国は一帯一路を次の段階に拡大するため、一帯一路国際協力首脳フォーラムを北京で開催しました。中国は2010年日本抜いて世界2位の経済大国にまでなりました。それから3年後に一帯一路を宣言したんです。アメリカというか西側に対抗するために立ち上げた経済圏構想です。 中国の側に多くの参加国を取り込むため膨大なお金をばらまいてきました。一帯一路は習主席の就任から6ヶ月後に発表されました。これ習主席肝入りのプロジェクトなんです。一帯一路を通じて中国は中央アジアやアフリカなどの開発途上国で影響力を高めていきました。パキスタンの水力発電所を作ったり、 スリランカで港を建設したり、大規模なインフラ整備をしてきました。ただこれもその国の重要なインフラを中国に抑えられてしまうので、心配ではあります。モラルのある国ならいいんですが、中国はその倫理観が欠けているところが、たびたび問題視されています。ただこうした国々への当社プレゼントではありません。 中国から巨額の投資を受け入れたけど、高金利に耐えられず、破綻の危機に追い込まれる国が増え続けているんです。中国が一帯一路で貸し付けているお金ですが、IMF の約2倍となる年5%の金利になっています。一帯一路の3カ国のうち、すでに23カ国が破綻の危機に追い込まれているんです。 アメリカは一対一路は中国の軍事力の拡大につながると警戒しています。アメリカのシンクタンクの民主主義防衛財団は今月2日報告書を発表して、その中でこのように指摘しています。中国は膨大な貸し付けをして、 その国のインフラを整備し、借金を返金できなければ、港などを軍事基地に転換する方式で、一対一路を軍事力増強の土台にしていると、とこう書いているんです。一対一路の構想は、巨大な資金力を武器に中国に近い東南アジアや、 中央アジアをアフリカ、そしてヨーロッパを鉄道と海とつなげて海を越えて中国の影響力を拡大していくプロジェクトなんです。中国が世界征服するためのものなんです。アメリカなど西側諸国の人々の間では一帯一路に対して否定的な評価がされています。 一帯一路で恩恵を受けた国々もありますが、これは主にその国の政府が渡航しているだけで、中国の企業が進出しても雇用はそう増えないし、技術も学べない。現地ではたびたびトラブルも起きているんです。中国企業はその地域で新しい事業を始めても、基本的に中国から労働者を連れてくるんです。そうでなくても、現地の人まるで奴隷のように扱うので、 中国に対して嫌悪感を持つ人たちも増えているんです。その国に投資するならウィンウィンの関係を築く必要があるのに中国のやり方は荒っぽいんです。中国はお金を出せば誰でもなびく中国の言うことを聞いてくれると思い込んでいます。実際中国国内ではそれがまかり通るからです。 ただやはりあまりに態度が悪ければそうはいきません。しかもこれ国家間のことですから。お金の切れ目が縁の切れ目でお金に余裕がなくなった今は中国にもう魅力はないんです。また中国国内でも一帯一路が失敗しているのではないかということに気づき始めている人もいます。中国人民の中から中国政府が海外でばらまきをしているという批判が出始めているんです。ということで 中国政府は今海外での返済取り立てを強めています。でもスリランカでやったようにその国の資産を差し押さえたりするとそれは国際的に問題になります。中国自身も今この一帯一路の失敗で苦しい立場にあります。え中国が一帯一路に継ぎ込んだ総額は日本円で約35兆円とも言われています。 中国はバラまき以外には途上国を引き付ける魅力がありません。アメリカのように思想や文化的なもの、つまりソフトパワーで世界を引き付ける魅力がないんです、まあ。独裁政権の社会主義の国に誰が憧れるでしょうかもちろん古い歴史を見れば素晴らしいもの、文化もあるでしょうが、今の中国はそうではありません。 歴史上は栄えた時期もあった中国ですが、それでも世界の中心になることはありませんでした。世界の覇権を握ってやろうという野望を掲げた独裁国家として大きくなっていったんです。世界には脅威でしかありません。だからアメリカは中国を本気で潰しにかかっているんです。世界の秩序を守れない国はモンスターでしかないわけです。 アメリカとうまくやっていく道を選ぶべきだと習近平政権に忠告した胡錦涛元国家主席は左遷されて今は体調不良でもう動けない状態にあるなんて情報もあります今や習近平主席に的確なアドバイスをする人さえいません消されるからです最近も何人かの中国共産党の重要な幹部がいなくなっているというニュースもありました このまま中国は変わることなく自滅の道を進んでいくんでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします